皆様、ランマネ楽しんでらっしゃいますでしょうか。今回はランマネに登場する武器の性能などの解説を加えながら紹介していこうと思います。まだまだ不明な点も多いですが、検証を重ねて動画を制作しましたので、参考程度にご視聴いただけると幸いです。視聴者の皆様も知っている情報がございましたら、コメントでたくさん教えてください。それでは早速本編の方どうぞ。はい、まず一つ目の武器がこちら、足止めトラップ、相談数5個、設置したトラップを踏んだ敵をその場で動けなくします。設置時間が約1秒、足止め時間が10秒となっております。あらかじめ設置しておいて、ハンターに追われた時そこに誘い出してトラップに引っ掛ける、まあこれが一般的な戦法ですね。はい、2つ目の武器、テレポート、相談数2個、ランダムで選ばれた他のプレイヤーへ瞬間移動する武器です。移動時間が約1秒となっております。テレポートの注意点としまして、ハンターの場所へテレポートしてしまうこともありますので、ハンターのところへテレポートしてしまった際は運が悪かったと割り切ってしまいましょう。はい、3つ目の武器がこちら、ジャンプパッド、相談数が2個、その場にトランポリンを設置し、真上に高くジャンプすることが可能です。設置時間がおよそ1秒となっております。主な活用方法といたしまして、高い壁を飛び越えたりなど、様々な活用方法がございます。はい、続いての武器はライフライン、相談数は1個、その場に設置したエリアに入ると自分の体力がどんどん回復していきます。この体力回復は味方の逃走者が入ったとしても効果を発揮することが可能です。ちなみにですが、この武器をハンターが使った場合、範囲内の敵に大ダメージを与えることができます。はい、次の武器がこちら、グレネード、相談数は4発、発射して数秒後に範囲内の敵に大ダメージを与える武器です。発射間隔はおよそ1秒となっております。主な有効活用方法といたしまして、密集している風船に向けて撃つと一気に大量に風船を破壊することが可能です。次の武器がこちら、ガン、相談数10発、エイム合わせると自動的に射撃してくれる遠距離武器です。これめちゃくちゃありがたいシステムです。発射間隔は 0.4 秒となっております。最後の武器がこちら、レーダードローン、付近にいる敵を壁越しでも画面上にハイライト表示することが可能です。以上7つの武器を紹介いたしました。もしかしたらこれから先アップデート等でいろいろな武器が追加されるかもしれません。またその都度その武器の性能を調査して、動画投稿していこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回。